リチャード・ウィリアム・ルーブ・マーカードは1910から1920年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。オハイオ州クリーブランド生まれ。左投げ、スイッチヒッター。ニックネームのルベはマイナーリーグ時代に当時活躍していたサワン投手、ルーブ・ワッデルになぞらえて記者がつけたもの。 1908年にマイナーのインディアナポリス球団から当時としては破格の1万千ドルの契約金でニューヨークジャイアンツに入団する。しかし2年目の1909年は29試合に登板し防御率2.60ながら5勝13敗3年目は13試合で4勝4敗となかなか勝ち星に恵まれなかった。しかし4年目の1911年に 縦に落ちる変化球を習得して成績が急上昇する。同年リーグ最多の脱三振237を含む24勝を挙げ、ジャイアンツをリーグ優勝に導く。次の1912年は開幕から負け知らずで、開幕戦の4月11日から7月3日にかけて、中級世紀のティム・キーフの記録に並ぶ。 シーズン19連勝を含む26勝を挙げて、最多勝利投手となった。翌1913年も23勝10敗とし3年続けて20勝以上を挙げ、ジャイアンツのリーグ3連覇に貢献した。この頃マーカードが投げていた変化球は、現在でいうスプリットフィンガードファストボールの原型ではないか、という一部野球視野の指摘がある。 1915年4月にはノーヒットノーランを達成するも不調で、同年シーズン途中にブルックリン・ロビンズに移籍する。ロビンズには5年間在籍し、ワールドシリーズには2度出場した。その後、レッズ、ブレーブスと球団を渡り、1925年38歳で現役を引退する。引退時の通算脱三振数は、 当時左腕投手として歴代3位の数だった。1971年にベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1980年にボルチモアにて死去。ありがとうございます。